警備の赤妻です。野呂です。突然ですが皆さん、絵柄交換ってご存知でしょうか？絵柄交換イラストレーターの方はね、ご存知かと思うんですけれども、ある作家さんのイラスト、作品を、他の作家さんが自分らしい作風で、描き直す、リドローするというイラストレーターさんならではの、コラボレーションになっているんですね。結構、軽美術部同士で、そういったコラボレーションをなさっている方が結構たくさんいらっしゃって、ちょっとね、詩的には嬉しいなっていうふうに思っていて、ぜひ YouTube でちょっと皆さんにご紹介したいなと思って何点か見ていただければと思います。一つ目はメグさんとチェロリータさんのコラボになります。チェロリータさんのあなたの連絡を待ってるという作品をメグさんが書いたんです、うん、チェロリータさんの元の絵はこんな感じの、チェロリータさんらしい、素敵な作品が、メグさんに変わるとこうなるのかねえ。またね、すごいね、世界観がこうどんどん、背景とかも相まって膨らんでる感じしますよね。メグさんリアルな描写だもんね。チェロリータさんのあのファンシーな世界観をリアルで描くとこんな風になるんだ。面白い。こうよりこう立体的な感じになったというか、キャラクターもちゃんと描いてるのがいいよねね、面白い。鼻なのかな、これ、ね、この右上のさ白い、魚くんかクジラくんか、なんだろう、これイルカちゃんかな。なんかね、ちゃんとこれも忠実に再現されてるんじゃないかな。うん。これなんか絵を似せるだけじゃなくて、多分各方、メグさんとか特にチェロリータさんの作品を見て、メッセージ性が何なのかとか、これ何を表現してるのかとか、いろいろ汲み取って、自分の表現してるんじゃないかなっていう。なんかこう見えない駆け引きじゃないけど、なんかそういうのもなるほどね。この人形でこうなってるからみたいな、私はこうしていこうかなみたいな、自分なりのストーリー混ぜたりとか、してそうな雰囲気も感じました、ね、そういうなんか駆け引きも面白そうですね。では続きまして、ピカタさんとお豆さんのコラボレーションになっております。ピカタさんといえばね、もう結構こうコラボレーション頑張ってらっしゃるイメージよね、ありまして、日々見させていただいているのですが、元のお豆さんの絵を何描いたんだな。 Wi-Fi のマークがこうモヤモヤになってる感じはもうピカタさんらしい、ね、そうなんかそのね、どういう風にこの電波を表現しようかっていうのをピカタさんに考えたんですね。お豆さんはつながりたいっていう意味で Wi-Fi ガールってしたのかな。なんかピカタさんの絵になると、こうなんかモヤモヤに見えるか、また違った意味に見えるよな。ちょっとより憂い感があるというか、どっちもこうセクシーでアンニュイなイメージがあるんですけれども、なんかね、その一括りにはこうやっぱりできないなっていうのはこう改めて感じるというか、タッチもそうだけど、この女の子の考えているような描写とかもきっと違うことを考えているのかもしれないみたいな、違うストーリーが流れているような感じがして面白いなと思いましたね。続きましては鈴木さとみさんと金魚さんのコラボになっております。はい、もともとの絵が、金魚さんですね。この色っぽい、これが鈴木さとみさんの手にかかるとこういう感じになると。なるほどね。金魚さんの絵まずすごいな。いい味出してますね。ちょっと日本画の雰囲気もありつつ、映画のセクシーな感じがね、特選で止まらないですね。この体勢すごいですね。美しいエロさじゃないですか。鈴木さんの手にかかるとまたね、違ったちょっとセクシーさがあるような気がしますね。そうね、 色気の種類がちょっとまた違うっていうのが面白いというか、ね、違うね。なんか金魚さんはこうしっとりね、しっとりくる感じで、鈴木さんの方は結構こうパキッとちょっと健康的な気分も出てくるよな。そうですね、なんか割とこう鈴木さとみさんはフェアリーというか、ちょっと明るいイメージの絵が多いというか、そんな印象があるので、セクシーさもこう継承しつつ、そういったなんか自分の中のその色っていうのがちゃんと残ってるのかなと思って、
面白いなと思いましたね。人の絵柄を描くことでね、また自分の違う一面も発見できそうな、ねえ、いいですね。次はマリンブーさんと A さんのコラボになっています。面白い組み合わせですね。元々の絵は A さんの赤ずきんちゃんの絵かな、こちらをお借りしてマリンブーさんの絵が誕生したということで。全然違うもんね、絵柄が。アナログとデジタルかな、これは。ああ、そうかもね。うん。エイさんのね、ファンタジー感のある雰囲気と、リアルな質感がマリンブーさんになると、こんな可愛い感じになるっていうのは。うん。結構、なんだろう、まあ、生配信とかでね、こう、二人結構お話しさせていただくんですけども、うん、なんかこう、いざこういったこうコラボをされてるのちょっと新鮮に思いましたね。ね、描いてる画材とかも全然違う二人だから、合わさるとこうなるのかっていうのが、ちょっと私たちとしても面白いなって思いましたね。新鮮ですよね。うん、新鮮。赤ずきんちゃんって銃持ってるんだな。ねえ、狼さんもこれで一コロ感ありますけれども、尖ってるテーマだなっていうマリングさんの感じだと全然なんかその感じないね、うん、確かにね、可愛い感じね、なんか本当にどっちの良さもあって、アナログにしか出せないにじみの良さと、そのデジタルには出せるこのポップさというかね、確かファンシーさみたいなのが違いがね、面白いなと思いますね。はい。で、そして続きまして、たい焼きさんとゆうさんのコラボレーションになります。こちらはゆうさんの元絵かな。たい焼きさんになると、まあ、こういう感じになると。なんかこの2人は合うねとかね、馴染むな2人。うん、ちょっとこれちょっと並べると圧巻ですね。まあ、ゆうさんはね、すごいリアル寄りというか、うん、色合いもすごくね、毎回気にされてる方だったら、確か、うん、デザイン的な要素もすごく、そうですね、結構イメージかなって。この髪の毛面白いな、これを大工さんが描くとこうなると。いやー、眼福ですねこれちょっと並ぶとね、本当どっちもね、いい美人画ですね。たい焼きさんは髪の毛をめっちゃボリューム増やすんだなそうですね、まあ、多分そういう作風だしね。いやー、全然印象違うもんな、ね、印象違う。はい、ということで素敵な絵柄交換見てきたんですけれども、はい、今の時点でおそらく一つの絵に多くの軽美術部の方がコラボされている、出演されている絵がね、実はあるんですけれども、それの最後にね、見ていきたいなと思います。はい、ぐんちゃさんのこちらのイラストですね。あ、こちらね伝説の伝説の、ちょっと改めてね、見たいなと思って。何からこうだったんだっけな、これ。新宿マルイの祭事で、桜のモチーフと野呂さんが同化してるあの感じですよね、これね。で、僕は多分おかゆ配信を個人的にやってるから、おかゆを食べてたりとか。おかゆ作ってるの文茶さんなのか。そう、おかゆ作ってるの文茶さんなんですよ右上がアイスカンジさんかな。その下がまた面白いんだよな。赤妻くんがいて、おかゆ食ってるのか。はい。梅干し苦手なんですよってことだったよね、確かね。あ、そうそうそう。これ多分一つ星 K さんかな。あ、そうだよね。一つ星 K さんが、はい、梅干しどうですかって言ってるんだよ。あとね、ミルメさんが、トマトのお味噌汁。ミルメさんのやさお。やさお感ね。本当にいろんなね、方が出演されてて、絵柄交換とかもね、まあもともともしかしたら仲良かったのかもしれないんですけれども、警備術部の同士としてなんか一緒に楽しんでいる中で、そういう話、コラボレーションの話になったとかっていうね、あったりするかもしれないので、なんかそういうきっかけになったりするっていうのもすごく嬉しいなと思いますし、まあ、こういったね、まあ文茶さんみたいにこうリアルじゃなくてもね、バーチャルでこうみんなでこう一つになってる感みたいなのが最近の警備術部の方がね、すごく実感するところがあるので、なんかこういう温かいの空気というかをこれからも大事にできるコミュニティになればなというふうに思っております。なんかね、うまくこうマッチングできるようななんか作ったらいいのにね、俺らで。そうですね、やっぱりコラボレーションってね、楽しいですけど、ちょっとこう億劫だったりとか、こうやって見づらいとかあったりするかもしれない、ね、私もしたいんだけどなと思ってる人いるかもしれないし ね、いるかもしれない。うまくなんか結びつけられるようなことできたらいいよね。あ、できそうですね、なんかね。
もしかしたら近日考えましょう。考えましょう。はい。ということで、今回は絵柄交換を特集させていただきました。次回の動画も楽しみにしていてください。またねー。美術エンタメチャンネル K 美術放送局、よろしければ評価ボタンやコメントで番組を応援してください。インスタグラムではおすすめアーティストをご紹介したり、美術コンテストも開催しています。また見てくださいね。